パリオリンピック、五輪、バドミントン女子シングルスで優勝した韓国代表のアン・アライン、アンセヨン、22、が、7年間にわたって代表宿舎で韓国代表の先輩たちの部屋掃除や洗濯、ラケット修理などをしてきたことが14日、明らかになった。韓国地上派 SBS は同日、代表で最も若いアンセヨンが、バドミントン界の古い悪臭に苦しんだと報じた。 アンセヨンは金メダルを獲得した5日、7年間の怒りや悲しみ、もちろん歓喜も含めて全てのものを吐き出したとインタビューに応じた。その怒りや悲しみは韓国代表合宿中の不当な待遇だった。15歳で代表入りしたが、代表で最も年齢が低いことから、1日7時間以上の練習後、年長者の練習着を選択し、 部屋をを掃除するなななど雑務を毎日続けけいいといけなかった2月には両親が韓国バドミントン協会の幹部と面談し娘は代表にいる7年間古い習慣で練習後に十分な休養ができなかった改善してほしいと要請していた同協会幹部がその要請を代表コーチングスタッフに伝えたが帰ってきた言葉は古い習慣をすぐに直すことはできないだったという